えー、こんにちは。えー、あの、カリのツボをお久しぶりにちょっと、あの、ちょっと思いつ,ついたことがあったんで、えー、追加しようかなと思います。でも今日は違う部屋なんで、あの、音は出しません。僕が喋るだけです。それでもよろしければ聞いてください。えー、何人やというとね、あの、これはもう自分が練習をしてて、あの、情けない話やけど、割と最近気がついた。 ことななんですねなんかあのー、曲を練習してるときにね、あのー、どうしても苦手な部分って1曲についてまあ1箇所2箇所3箇所ぐらいはありますよねでそこをねどういうふうに練習するかっていうことなんですよねちょっとチャッピーが出てきましたあチャッピーさんです可愛 <laughs> い,いはい ごめんなさい <laughs>。ね、あの、難しいとこをどうやって練習するかということなんですがで、今まではね、ずっと、皆さんもそうだと思うんだけども、そこだけ、その難しいところだけを抜き出してね、もう、それは10回も20回も、まあ、100回ぐらいやることもあるかな、そこだけね。っていうふうにしてやってたんですよ。で、やってる方は多分お、結構いはると思うんだけどね。でも、あの、ふとね、考えたら、 これってかえってあかんのじゃないかなというふうに最近思うんですね。でなんでかというと、あのー、例えばそのできひんとこだけを抜き出して、100回その部分、その例えば2小節あったら2小節でね、やるとするでしょう。だその100回のうち、続けてね、まあ続けて100回やった時にね、その100回のうち、何回正確に吹けてるかっていうことね。 を考えてみると僕自分自身のことを思うとねもうできひんかったらなんかもう無気になって何回も何回もやるわけですよそうするとちゃんとできた100回のうちちゃんとできた回数よりも間違っ,間違ってこう吹いてる回数の方が多くなったりするわけねまあひどい場合なんかもう8割ぐらい間違って拭いてて焼けそうになって100回やってるみたいなね でそれって考えてみたら抜き出してやるということはそこだけがちゃんとできるようにやるっていう目的でやってるのにそこだけを間違う練習をねしてるみたいになっちゃうんでしょう。でそのことに気がついてあのこれかえってマイナスやなとね間違う練習をしてるんちゃうかと思うようになったのが一つででもう一つはね そうやって例えばあの曲の一箇所やったら一箇所すごい難しいすごい難しいっていうか苦手なとこやね要するに、ね、があった時にあのー、そうやってそこだけすごくこう意地になってやってるとねそうするとその曲を最初からやった時にその自分が苦手な部分が近づいてくるとねあちょっともうすぐあの難しいとこやなっていう気持ちになるでしょう あも,うもうあと2段ほど行ったらもう嫌やな、そこ間違ったどうしようみたいなことを、そ,れそこより前のとこを吹いてる時にも、そういう気持ちになっちゃいますよね。で、そうすると、あの場合によっては、その何でもない今吹いてるところを間違っちゃったりとかね、ねあの先のこと考えて、っていうことも起こるし、 それから、要するにそのね、苦手なところをね、作っちゃってるわけね。何回も維持になって繰り返し、その,の、あんまり良くない状態でやったとき、ここは自分は苦手やっていうものをね、もう頭の中に何回も何回もにインプットしちゃうわけですよ。結果的に。で、そうすると、案の定何百回練習しても間違うみたいなね。そんなことになるんでね、皆さんもあの、気をつけられた方がいいと思うんですね。で、どうするかというと、やっぱりね、あの、 例えば100回やったら100回やるんやったらもう100回とも間違うんで吹けるようなテンポであるとか冷静さというかねそういうのでやらへんかったら100回やる意味はもう全くないというふうに思うんでだから初めて新しい曲をこう始めるときにねあの最初から楽譜を見たらなんか難しそうに見えるとこありますよね16分音符とかいっぱい出てくるとでそこをここは難しいぞと思わんと あのともかく1回目からなるべく間違わんように吹いていくと。で、なるべく最初からこの100回練習せなあかんみたいなところを作らない、気持ちの中で。それがね、すごい大事なことやと思うんですよ。ね、そうすると、意外といけたりするわけね。うん、だから要は、気持ちの問題やね。だから逆に言えば、今まで何回やってもできひんかったところが、 あのー、ある日突然ねふとできるようになっちゃうんですよ反対にで。それは何でか言うとまあ何か自信ができるって言ったらちょっと違うんやけどなんか頭と指がこう結びつくっていうかね。 そのデたらめに100百回200回やってたらその指が勝手に動いてるだけで頭と指がこう結びついてなかったらもう何回やっても一緒だってうわけね。だからなんか指の動きとかいろんなイメージが頭と結びついた時にそれまでできへんかったところがねなんか全然できるようになったりすることあるんですよ。今僕が自分が練習してるでもそういうとこあるんだけど、ね。だからあのー、今日のま,ま,まとめよね、えー、苦手なところを作らない。 ね。まあそういう点もできちゃうのは仕方ないけど、できるだけ苦手なところを作らない。そうすると、あのー、割とできることがあると思うんでね。ってなことで、今日はね、あのちょっと思いついた、今練習してたんですけどね、思いついたことがあったら、あ、これ皆さんに伝えたらいいかなと思ってやりました。ということで、チャッピーさんも最後に移して、ありがとうございました。ではまた。